新年明けましておめでとうございます。本日はおうし座さんの2024年の運勢について見ていきます。総合運、恋愛運、金運、願い事、おうし座のあの人の占いについて見ていきます。よろしくお願いします。それでは1年の流れですね、まず見ていきましょう。はい、お待たせいたしました。出揃いました。それでは最終結果から見ていきましょう。まずこのルーンカードではティワーズのカードが出ました。こちらは勇気、勝利、強さ、情熱を表すカードですね。そしてオラクルカードからは主張をしなさい、やりたいこと、成し遂げたいこと、一緒ですね、ごめんなさい。はい、どんどん言葉に出していくといいですよ。で、言葉に出していく強さが手に入ってくるっていうのがね、テーマですね。そしてペンタクルの3、無理に人気者になろうとしなくても大丈夫なんです。一人で成し遂げる力、強さというのがね、手に入ってくる模様ですね。なんだか自分の理想像とは違うんだけれども、世間の流れに身を流して人気者である方がいいとか、人に囲まれてる方が幸せなんじゃないか、結婚した方が幸せなんじゃないかみたいな思い込みっていうのがね、去っていくのがこの1年なんです。あなた様らしさというのがね、気づけるというのがこの1年でしょうか。さて1月からの流れをこう見ていきます。使用しているスプレッドはホロスコープスプレッド、1年運勢をね、占うには一番ねふさわしいスプレッドではないでしょうか。ここで3が出ましたね、太陽のカードですね。ではまず1月から順番に見ていきましょう。1月なんですけれども、人を思いやる優しさというのがね、出てくるんですね。で、人からの評価っていうのもすごくね、上がりやすいです。この方はすごく人に思いやりがあって、時には厳しいことを言うんだけれども、それはなぜか相手のことを思ってのことだという評価がね、改めて気づいていただける機会というのが1月ですね。本当の優しさって何でしょうね。確かに甘いことだけを言うのが楽な方法ではあるんじゃないかと私は思うんですけれども、楽な方法を取らず相手のことを本当に考えて言う一言ね、これが改めてそのお相手様や周囲の人に厳しいことを言うのは相手のことを思ってるからだというのがね、認められるのが1月ですね。続いて2月、ちょっと忙しくてバランスを崩しがちに、ね、なるので、体調面には気をつけてください。いつもなら起こらないようなことでちょっとイライラしてしまったり、レジが混んでるだけでね、気持ちがちょっとそわそわしてしまったりなんていうことがね、ありやすいのが2月ですね。本来のあなた様はとってもね、調和の取れた方だと思いますが、この時期っていうのは自分らしさ、バランスの取れた感情というのがね、失いがちになりますので気をつけてください。
3月は休んだ方がいいよっていうね、無理がたたるんじゃないですかね。どうやらね、メンタル面、情熱面で一度心にあった火が消えかけてしまうのですが、全部消えてしまうっていうことはありませんので、ご自身を信じてここは休息を取った方がいいのではないかと思います。体にね、鞭を叩いて無理な案件ですとか、お仕事頑張りすぎちゃうとかえって調子がね出てこないので、しっかりここはね4月に向けて休んでもいいんじゃないでしょうか。休むことで手に入れられるのが4月のね、準備完了のカードですね。ワンドの9正位置でございます。ここまでしたから、ここまで休息したから、次の山は越えられる、試練は乗り越えられる状態になるのが4月なんです。そして5月はですね、停滞期に一度またね入るようなんですけれども、必ず出発のチャンスはやってきますので、結構ねこの2024年の前半っていうのは、無理に自分を奮い立たせるより前半はね、結構ね休憩したことが方がいいですね。うん、と言いますのも、あんまり頑張りすぎてしまうと6月またねヘトヘトになっちゃいやすいんですよ。でもね、10っていうのは終わりのカードでもありますが、次に続く新しいものが入ってくるカードでもありますね。ヘトヘトに感じても、その先っていうのは必ず未来が見えてきますし、気持ちも伝わってきますし、はい、夜明けを表すカードでございます。7月もですね、ヒントにね、やっと気づく、ここからが大逆転の始まりということですね。7月本当に何が大切だったのかとか、自分を救うためのものっていうのは何なのかとか、今までおろそかにしがちだった自分へのヒントっていうのがね、気づくのが7月なんですね。ここから大逆転の始まりですよ。7月になりますと、今度いろんな手段を手に入れる時期なんですね。いろんな情報ももちろん入ってきますし、それを使いこなす器用さっていうのもねありますね。もうカリスマの策略家といったところでしょうかね。ソードの7は策略家のカードですね。いい作戦がね思いつきます。でもね、自分本位になりきらないところがお羊さ様らしさというか、自分本位な人だったらね、これ5本とも取りに行ってもいいんですけども、2本残すっていうのがね、どこか優しいあなた様の、性格を表してるんじゃないでしょうか。そして8月ですけれども、過保護になりすぎるより見守る姿勢が吉となります。8、9、10の流れで、もしかすると、子育て真っ最中、ご自身やご家族様に試験ですとかね、そういう試練が待ってる方もいらっしゃるのかもしれませんね。8月過保護になりすぎるより9月、その人ご自身にもそうなんですけれども、投資をすることがね大成功となります。例えばお子様で見ていらっしゃる方であれば、学習塾のね入塾なんかはね、このあとねいい結果となっていくんですよ。もったいないなと思わずに、自分やご家族様、周りの方に投資をして大丈夫な時期です。すぐにね目はね出ないかもしれませんが、すごく誠実な結果が返ってくる、ちゃんと結果はね返ってくるカードなので、安心して9月は投資をしてください。例えば1万円で入った塾で1万円以上のね価値を感じられるとか、思った以上のね結果っていうのがね届いてくるようなカードになるんですよ。成長期真っ最中、そして真面目にねちゃんとこなすことができます。でこの、なんで家族関係で見てらっしゃる方もいるのかなと思ったのかっていうと、お父さんお母さん
私とおばあちゃんとかでもいいですね。ご自身の母の子供の成長を見守るような流れにもね見えましたね。もしくは後輩さんですね。私とより上司の方が後輩のことを見守ってるようにも見えました。この方のことは信じて成長を促す姿勢っていうのはやめなくて大丈夫です。この方ねじわじわなんですよ。不器用さんかもしれないんですけれども必ず成果は出してくれます。そして10月ですね。ここでも見守る姿勢というのが大事ですね。もうなかなか結果が出なくて自分に対しても後輩さんやお子様に対してもですよ、なかなか結果が出なくてもうやめた方がいいんじゃないかとね思うかもしれませんが、ここで大事なのが継続なんです。困難に立ち向かってもまず1年の大きなテーマっていうのがそもそもこの勝利のカードなんですね。これはね厳しい試練を乗り越えるで大事なものを捨ててでも達成する。例えばあなた様の時間やお金もそうですよね。石腕のねこの怪我してる部分見えますでしょうか。石腕の神軍神キュールというね神様を表しているカードでして、片腕を失ってでもやり遂げるこの強さっていうのがねそもそも1年にありますし、目標を主張していくことね、もう踏み出した一歩はもう引かない強さっていうのがねこの年には2024年にはありますし、誰かの助けを求めなくても一人でやりきる力っていうのがあるんです。なのでここで肝心なのが諦めないことなんですね。でそこを乗り越えると今度11月心からの祝福の出来事、ピュアさ、お祝い事が待ってるとかもね取ることができますね。例えば試験の合格ですとか目標の達成、例えば結婚したい方なんかはいいお相手様に出会えると思いますよ。このねまた話は戻って本当に申し訳ないんですけれども、このティバーズのカードには情熱的な出会いですとか新しい関係に進むというテーマもあったりします。なので例えば結婚したいんだけれどもなかなか話がね進まない、このね前半戦耐える時期かとは思いますが、この特にしんどいかもしれませんけれども10月ね大丈夫です。本当に結婚してくれる気はあるのか、あります。祝福のカードが待っています。そしてですね11月、本当に、ね、人との関わりが多い時期ですね。この2024年というのはまた人のカードが出ました。はい、カップのキングの逆位置なんですけれども、余計なことは言わないのがねいい時期なんですよね。プロポーズまだなの、いつ勉強するの、いつになったらこれができるようになるの、もう言いたいことはねいっぱいあると思うんです。主張しなさいのカードが出てるんですが、ここでは我慢をしてください。我慢することで最後12月力の発揮があるんです。私なんてとかねあると思います。私なんて可愛くないしとか、私なんて勉強できないしとかね、いろんなことがあるかと思います。なるべくねネガティブな言葉はね心の中にねぐっと直してしまいましょう。そうしたことで12月このね戦車のカード、もう誰にも止められない、もう止められなさすぎて振り落とされるんじゃないかというぐらい猛スピードで仕上がっていく、これが12月なんですよ。周りの応援もありますし、反対してた人、賛成してた人、みんなが協力してあなた様を戦線に乗せてくれる、みこしに担いでくれる、応援してくれるのがこので自分の本来の力、もしくはもうそれ以上の力っていうのが発揮できるのが12月なんですね。なんでね前半は確かにね派手な出来事っていうのはねないかもしれないんですけれども、1年を通して見た時にあなた様にやってくるのは自分の力で手に入れる勝利、そして諦めないことを言葉にする強さ、これがね1年のね流れなんですよね。
時には目標達成のために個人のね欲求を抑えたりすることもできます。例えばダイエットしたい方で言うと食欲には負けないし、やると決めたストレッチや筋トレはちゃんとこなせるし粘り強いですよ。競争にも勝ちます。ナンバーワンになりたい方ナンバーワンになっていきます。後半戦からの巻き返しね、自分にも投資をする、これを守って、あと諦めないが多いですね。諦めない姿勢、これがね12月にね花となって開いていくんですね。さて次に恋愛運を見ていこうと思います。恋愛運、金運、願い事とね続けて見ていきます。これまでね一人で生きていく自信がなかった方もね、この年でぐんとね一人で生き抜く強さというのがね手に入る年でもありますからね。試験ごともよし、もう受験もバッチリです。はい、ではこれが恋愛で、こちらが金運、そして願い事、牡牛座の彼彼女の運勢や気持ちっていうのを最後に見ていきます。トランプこちら使ってるんですけども、トランプってあのタロットカードに置き換えることができるカードなんですね。なのでそれぞれの4つの記号を4つのねスートに置き換えて見ております。お、ジョーカーも来ましたね。はい、では恋愛運から見ていきましょう。恋愛運はですね、まずオラクルカードからはマザーローズというカードが出ております。こちらはですね、思いやりや人間性、そしてまたあなた様の元に戻るというのをね表すカードなんですね。なんで特にまあ復縁に注目する気はもともとはなかったんですけども、もしかしたら復縁ご希望の方も諦めずにね待った方が良くなるんじゃないかなと思いました。と言いますのも、このね可愛いでしょ、ちいかわのトランプでございます。スペードの2っていうのはタロットでいうところのこうソードの2を表すんですね。でこのソードの2っていうのは2つの間で揺れ動いてて、今は決断せずにただタイミングと調和を待つ、このね姿勢がいいよという。で待ってる方めっちゃいいと思います。返事待ってたら来ますね。自分からこう追いかけなくても待つ姿勢っていうのがいいよっていうのと、あとこのダイヤの4はですね、ペンタクルの4、この執着心やこだわりっていうのがね出る。諦めなさいと言われても、そもそも諦める気なんて出ないですっていう方もねいらっしゃると思うんです。そしてクローバーの10はですね、ワンドの10を表します。でこれ逆位置ですから、プレッシャーからの解放とかね、思い込みからの解放、新たな方向性が見つかるとかね、そういう関係性になっていくのかなと。まずでは復縁の方続きで言いますと、まあどうせ諦められないんですよ、あなた様も大好きなんです彼のことが。でこのマザーローズのねカードも味方になってますので、待つ姿勢と、あとはその復縁がたとえ叶わなくなったとしても新しい関係性、良き理解者にお互いになれるとか、そういった意味も含まれますね。で片思いやお相手をお探しの方、これもね自分からね選びに行くというよりかは、自分でどんな評価されるんだろう、選ばれる姿勢が大事っていうのが出てますね。なんかこう自分が選ぶ目線でこんな人がいいとかっていうよりかは、あの自分のことをどうやったら好いてくれるんだろうとか、私の強みって何なんだろうとか、いいなって言ってくれた人の中からがいいご縁につながっていく、いい関係につながっていくんです。でこの方と恋愛発展すると、社会的な責任ですとか、いろんなね結婚しなさいのプレッシャーですとか、そういうのも関係なしにね、本当肩の重荷をね
下ろしたような関係になれるんですよっていうのが出てますね。これがカップル様やご夫婦様、ね、パートナーがいらっしゃる方で見るのであれば、お相手様はあなた様もびっくりするぐらいもう沼ってるってやつですかね。離れる気なんてないですね。で、あとお相手様の中でこの先ね、一緒に暮らしていくのかいかないかとか、一緒に事業するかしないかとか、そわそわしてるあなた様の返事を待ってることっていうのがどうやらねあるみたいなんです。そう、重大な告白をねしてどう言ってくれるかな、プロポーズもそうですよねとか、この関係をずっと続けていくにはどうすればいいんだろうかとかね、待ってる返事がお相手様の中にあるようなので、楽しみにね、いい意味ですねこれは。はい、絵柄もねこうそわそわみたいなね、いいって言ってくれるかな、 OK してくれるかなみたいなね絵柄ですよね。はい、そしてあなた様もそれを聞いてホッとする、それはあなた様が待ち望んでたような関係の発展のリクエストですね。恋愛運はねいいんじゃないですか。結局あなた様の元に戻ってくるみたいなね、それが一番大きな意味ですね。続きまして金運いきましょう。金カムトゥーミー、私のところへ来て、ね、やってきますよ、私のためにお金はやってくる、こんなカードですね。素晴らしいですね。はい、でこのねクローバーの5はワンドの5の逆位置ですね。お金はね今はね使って回すよりしっかり貯金した方が良さそうですね。それはねこのダイヤの8、ペンタクルの8ですね、このペンタクルの8の逆位置からもねそう読みますね。大事なへそくり、大事な定期預金を崩さない方がいいですよ。ここの、何月かな、8、9、10、10月で投資して OK と言いましたが、あくまで無理のない範囲に使おうと思ってたお金だけ使ってください。将来老後のために貯めている定期預金とかNISAとかですかね、そういうのはね崩さない方がいいです、守る時期ですね。そしてハートの9というのはカップの9、これねウィッシュカードといって、タロットで言うとここにおじさんがいてカップがずらずらずらってね並んでるカードでもあります。希望がある、今ね金運的にすごく悩んでらっしゃる方、収入アップの見込みあります。で自分でもねびっくりするぐらい、例えば年収が30万上がればいいなって思ってたところ50万上がってくれるとか、あ、いいんですかこんなにいただいてもみたいなねカードですね。絵柄もそうですよね、嬉しすぎて困っちゃうみたいなねカードで、オラクルカードもカモと海、私のためにやってくるんです、それはかなり強気なカードでございます。やっぱりねこの1年のテーマね、勝利と主張と一人でやっていける、これですもんね。はい、では続きまして願い事参りましょう。はい、願い事ですね、目標や夢とかもそうですよね。これですね、油を注がれた人、火に油を注ぐっていうとこう日本で言うとこうね怒りが爆発みたいな意味ですがね、違うんですよ、こう前向きな意味でオラクルカードは出てますから、これでもかというぐらいですね進んでいける、馬力が増すみたいなカードですね。で創造性とかリーダーシップも表します。確かに、ね、他人の助言ですとかその道の先輩の意見もいいんですけれども、創造性がせっかく増してるのであればオリジナリティをうまく使っていった方がいいですね。願い事がその創作や芸術方面の方、非常にいいです、いいアイデアが次々と浮かんでいきます。自分がリーダーになっていく、自分が導くつもりで教科書に載ってない自分ならではのやり方っていうのに
こだわってほしいですし、信じて進んでいただきたいというのがね、このカードですね。この、で、次にですね、このジョーカーはですね、私はこの黒い星のジョーカーさんはソードのページというふうに今回読むようにしております。でソードのページはですね、あの目上の方からじゃなくて目下の方、目下って変ですね、年下の方ですとか後輩さんからいい情報がねやってくるんですよね。あなたについていきたいというね気持ちが届いたり、例えば起業されてるのであれば面接者が増えたりとかですね、弟子入りしたいなんかもそうですよね。でハートの13と言いますのがカップのね13、失礼しました、カップのキングをね表します。カップのキングと言いますとね、これですね、すごくね願い事、まあ、夢目標でしょうか、やりがいも感じるし、信頼できるビジネスパートナーですとか、恩師の方っていうのも巡り合います。きっとこの恩師の方はあなた様のその良さを積まないようにオリジナリティとか創造性っていうのをね伸ばしてくれる方との出会いがあるよっていうのがありますね。そしてスペードのエースはですね、ソードのエース、決意が定まるんですね。この道で本当にいいのかしら、こんなこと目指してるけども本当に私には達成可能なのかな、迷いは晴れるんですよね。よしこれでいこう、例えば私も占い師になりたいなってふわっと思ってた期間ですごく長かったんです。いつかタロット習おうかなとかね、まあ、他の戦術習おうかな、でも素晴らしい恩師に会えたら決意が決まるっていう時なんかもありますよね。背中を押してくれる人とかね、それもあなた様の良さを残してくれる人、中にはこう教える方って自分のやり方を押し付ける人もいてるじゃないですか。そうじゃないですね、よしやっていくぞっていう、ね、決意が固まる。そして自分の創造性を信じて生かしてやっていける、これがね願い事の運勢です。なんかいいカードばっかりなのかなこっちは。はい、前半とかは特にねなかなか芽が出なくてしんどいかもしれませんが、根本にあるのはこの大テーマですからね、やっぱり勝利のカード、一人でやっていけるし主張していくのが大事ですね。11月なんかはね、なんかこう安定の道を進めてくださる方も中にはいらっしゃると思うんですが、決してその人のことはね責めないでくださいね。それもあなた様のことを思って言ってくれてるアドバイスなんだなぐらいで、でもやりたいっていうことが決まってるのであれば勇気を出して、私はこうやっていきたいんです、こういうのがねポイントになってくるかと思います。それでは、お羊様、お羊座の彼女の気持ちですとか傾向ですね、これはタロットで出したいなと思ってたので控えておりました。3枚引いていきますね。このね流れを見ると焦らないのがポイントなんだろうなと思いますね。そんなすぐに結果が出なくても続けていくことで勝利が待ってるという感じがとってもしますね。さあ、おひつじ座の彼の彼女のお気持ちですとか傾向ですけれども、離れようかなと思ってもね結局離れないんですよね。水がね、水ってやっぱり感情とか愛情なんですよね。逆戻りしていくように見えるじゃないですか。でこっちはこう過去ですね、こっちが未来で過去に戻っていくんじゃないかなんですけれども、カップのクイーンというのはどこか冷静な判断もしつつも片足は水に浸かってるんです。結局情が残ってるんですよね。そしてソードの8の逆位置というのは情報や思い込みからの解放を表します。例えば彼の中で幸せとはこういうものだ、理想の奥さんってこういうものだとかね、専業主婦になってくれるのが僕の理想なんじゃないかとか、共働きが理想なんじゃないかとかね、
自分の故郷に住んでくれるのが理想なんじゃないかとかいろいろあるかもしれませんが、あなた様といるためにはこの理想って思い込みだったんだなって思い直すようですよ。厳しい物言いをしても物言いをしても正しい判断、自分の中のこだわりのですよ、彼は自分の中のこだわりの正しいと思うべき判断したくても、結局あなた様のことが好きだからこだわりとか常識っていうのを自分の中で入れ替えていくんですっていうのがね出てますね。この方、自分から動かないと納得がいかない方なのかなとか、そういう時期なんだと思うので、あなた様がこうした方がいい、ああした方がいいっていうよりも自分で立ち上がって自分でこのロープをほどいていく方が良さそうですね。はい、以上でございます。2024年おひつじ座のあなた様には、一人でやっていく力、自立ですね。はい、自立の力とやり抜く強さ、そして何があっても一つ失っても三つ手に入れたらいいやみたいなね、勝利のカードがね出ておりますので、ご自身を信じてぜひね突き進んでほしいですね。はい、ぜひよかったら高評価やチャンネル登録お願いいたします。他の星座の運勢も出していきますので、よかったらご友人様ね一緒に楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。